小型ゴムボートに取り付けられた、ミンコタ製ハンドコントロール式の電気トローリング、モーターエレクトリックトローリングモーターとは、小型船舶に取り付けられる電気モーターを動力とした、船外機のこと。主に釣りにおいて、ガソリンエンジン船外機の補助として用いられるが、短距離の移動においては手動力として用いられることも、多い。略称エレキモーター、エレキ。 主に利用されるのは内水面、つまり故障や川で、船の大きさによっては海でも利用されることもある。エンジン船外機よりも低速で、なおかつ静粛にトローリングが行えるため、魚に警戒されにくいという利点がある。近年においては、主にバスフィッシングにおいて、エンジン船外機の補助として、フィッシングポイントに船を接近させたり、あるいは、 エンジン船外機の多用品として、手漕ぎボート等に取り付けられることが多い。ただし、長時間の運用は故障の原因となる。海でも利用されるが、この場合海水仕様のものを使うべきである。ガソリンを燃料にするエンジンが使用できない場合にも、利用可能な動力である上、エンジン船外機よりも廉価である。動力元は、鉛蓄電池である。 自動車用として市販されているバッテリーは、指導用バッテリーであり、これを使うことは推奨されない。電動フォークリフト用などとして市販されている、ディープサイクルバッテリーを使うべきである。ちなみに、操作するのに、船舶免許が必要であったが、平成15年の船舶職員及び小型船舶、操縦車法改正により、全長3メートル以下のボートでは、 無免許での利用が許された。ただし、現在でもレンタルするのに免許証の提示を求められることもある。フットコントロール式の概要図エレキモーターは操作法で大きく分けて2種類ある。一つはハンドコントロールタイプで、もう一つがフットコントロールタイプである。ハンドタイプはスピードや 進行方向を手でコントロールするタイプであり、船の前後に取り付け可能でフットタイプよりも構造が簡素で安価である。ただ、操船中に手が塞がってしまうため釣りがしにくいという欠点がある。一方、フットタイプはコントロールすべてを足で行える。そのため両手が開くために操船しながら釣りがしやすい。慣れるのに時間を要するが非常に快適な釣りがしやすい。 ただし、構造が複雑で、かさばりやすく、やや高価である。また、船の前にしか取り付けられず、専用のマウントも必要である。エンジン船外機の場合だと推進力を馬力で表すが、エレキモーターだと1馬力にすら満たないのが普通である。ため、ポンドで表記される。内水面において、およそ30ポンドから55ポンドという、12V で動くモデルが、 一般的だが、大きな船、あるいは高速移動したい場合には70から100ポンドほどの出力があるモデルも存在する。ただし、24から36ボルトほどの高電圧を、要す。海では、一般的な内水面の推進力よりも、大きなモデルが多い。また、推進力が大きければ大きいほど、重くなるため、軽い方が扱いやすいが、 風が出て荒れやすい場所では大型のものが使いやすい。ありがとうございます。